ギャリー・セス・スミスはアメリカ合衆国ミシシッピ州ジャクソン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はフリーエージェント。ミシシッピ大学出身で大学時代はアメリカンフットボールでもプレーしており、イーライ・マニングの控え QB だった。2003年7月に開催されたサントドミンゴパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。 2004年の MLB ドラフト2巡目でコロラドロッキーズから指名され6月17日に契約2007年9月16日のフロリダマーリンズ戦でメジャーデビューこの年はチームもワールドシリーズに進出しスミス自身も出場して貴重な経験を積んだ2008年5月25日のニューヨークメッツ戦でメジャー初本塁打を放った最終的に 外野の控えとして67試合に出場。2009年は133試合に出場し、規定打席には到達しなかったものの打率、293.15本塁打を記録。9月第1週にはプレイヤーオブザウィークを受賞した。2010年は前年と同じ133試合に出場し、本塁打は2本増やしたものの、打率は246と、 自己最低の数字に終わった。2011年はほぼ右翼種のレギュラーに定着し、自己最多の147試合に出場、打率、284.15本塁打を記録した。2012年1月16日に、ギジェルモモスコウソ、ジョシュアウトマンとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。2012年は主に相手の左右に応じたジョニー、ホームストの2プラトン起用ながら、 大左のオプスが8割を超えるなどチームの地区優勝に貢献した。2013年12月3日、ルーク・グレガーソンとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2014年1月14日にパドレスと1年450万ドルの契約に合意した。7月2日にはパドレスと総額千3 0 0万ドルの2年契約に合意した。この年は試合に出場し、 打率266.12本類が48打点1盗塁だった。2014年12月30日にブランドン・マウラーとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2015年は左翼手と右翼手を守り分けながら外野のレギュラー格で136試合に出場した。バッティング面では打率が248に低下したが31二塁打。 五三塁打、十二本塁打はいずれも前年と同数であり、持ち前の長打力を発揮した。また、この年、通算千試合出場を達成した。守備では、左翼手を65試合で守って1失策、DRS0、右翼手を55試合で守って無失策、DRS1 と、どちらかといえば、右翼手に適性を見せたが、それでも、全体でも堅実な守りを見せた。 2016年も2015年と同様の使われ方をして137試合に出場。打率249.16本塁打63打点という成績を残し通算100本塁打を達成した。右翼手の守備は74試合で守りに入って無失策 DRS1 ザーマイナス1.6という成績を記録 DRS とザーで 正反対の傾向を示したが、エラーはなく堅実だった。左翼手は35試合で守ったが、DRS から八ザーマイナス6.3という、平均をかなり下回る数字となっており、引き続き右翼手の適正の方が高かった。ただ、失策は一つだけだった。2017年1月6日に、ヨバニガヤルドとのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。 この年は111試合に出場して打率258.13本類打、32打点に投類の成績を残したオフの11月2日に FA となった2011年シーズン終了時点で右投手に対しての通算打率は290と高い数字を残しているが左投手に対しては202と左投手を極端に苦手としているまた シ者天国として知られる、ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドでの通算オプス925に対し、敵地ではオプス750と顕著な差が生じている。ありがとうございます。